二次三次運行選手権ということで、こんな逆張りみたいな企画してますけど、まあ、クリスマスは普通に嫌いじゃないです。どうも宇月光です。あ、でね、最終的に1200通来ましたね。お便りが驚異の1200通漏らしエピソード届いてます。やっぱ1200通の中でも大部分を占めてたのが過敏性腸症候群とかのそのしょうがないタイプの漏らしとかが結構多かったんで、まあそれはちょっと申し訳ないけど因果関係があるというか、まあ漏らしてもしょうがないよねって思って大体省きました。それ系はまあ病気なんでね、闘病にね近しいものでありますので、やっぱその健康体で日常生活の中でね漏らしていってる人たちを1200通の中のねたった9通ですかね。今回狭き門、東大より狭いですね、倍率で言ったら。おそらく芸大より少ない、あれなんじゃないかな、芸大ってあの東京芸大の門よりも多分狭いと思うよ。超狭き門をねくぐり抜けたお便りをね読んでいこうかなと思います。夜行バス便意決壊いいっすね、このエヴァというかなんというか、夜行バス便意決壊、まあ、これもタイトルですね。これ完全にこれ結構俺の好きなお便りですね、今回ね。高校卒業直後、明確な青春の終わりを叩きつけられて焦燥に駆られた。旅行に行こうと誰かが口に出すのも不思議なことではなかった。これもう完全にね、始まりですよね、物語の。この導入ちょっとなんかなかなかおってなりますよね。東京から大阪行きのバスチケットを購入した僕たちは最後の青春を味わい尽くすべく各々準備を始めた。旅行当日、バスは22時に出発する。いいね、この節約感というかね、みんなお金ないながらも。早くも18時にはメンバー全員が揃っていた。食事を取るためにコンビニで食料を買う。みんなこの旅行を楽しみにしており、少し浮き足立っていた。だからなのか、じゃんけんで負けた者は勝者の選んだものを食べなくてはならないというおおよそメリットのないゲームが開催されてしまっていた。まあなんか学生乗りというかね。僕は見事に最下位、激辛焼きそばを食べることになった。俺が食べたようなやつかな。苦しみながら完食する姿をケラケラ笑って鑑賞された。こんなことで死ぬほど笑えるのも今のうちだけだと真っ赤になった舌を水で冷やしながら考えていた。バスに乗り込む。みんな先ほどまでの盛り上がりが嘘のようにすぐに眠りについた。睡眠不足で旅を無下にする愚者は、愚か者かな、はこの場には存在しないのだ。明日から全身全霊楽しみ尽くすぞ。僕は耳栓をつけると最良の睡眠世界に落ちていった。いくらか時間が経った時、腸内に電撃が走る。まるで胃の中の洗濯機をスイッチオンにしたかのよう、内容物がぐるぐると活性化を始めた。狭い体内から出てくれと大声で話しかける。睡眠どころではない。ちらりと時計を見ると次の休憩地点までは2時間。マジ？絶望の2文字が脳をよぎる。それはここから最高の思い出を描くための白きキャンバスにうんじるをぶちまけるかごとく最悪の所業。このちょっとこの巧みな表現力ですよ、とこのうんじるという汚い言葉遣いですよ。最高の思い出を描くための白きキャンバス、白いキャンバスを一番汚せるのってやっぱさ黄土色だと思うんだよね、黒じゃないと思うんだよ俺。とこの最高の思い出を描くための真っ白いキャンバス、この表現力よな。みんなの思い出を茶色で塗りつくすわけにはいかない。この旅だけはダメなんだ、最後なんだ。思い出にノイズを混ぜたくない。絶対に2時間耐えてやる。決意を固めた瞬間、腹部で大きく主張する者がいた。激辛焼きそばである。彼は胃の粘液を破壊尽くし消化不良を引き起こした。さらに舌を冷やすためガブ飲みした水が濁流のように押し寄せる。歯を食いしばって耐える。くそ、止まらない。シャビシャビ、これは今回のちょっと宮沢賢治役ですね、これ。シャビって思いつきますか？さっきのその、ギャル文字での表現のブチャチャは、音自体は思い浮かぶけど、シャビはね、これ宮沢賢治ですね。車内で響くはずのない水音が聞こえる。そこからは早かった。命をかけて極限まで穴を狭めているのに、ちょろちょろ、ちょろちょろ、溢れ出す。ここまで来ると確認するのが怖かった。答えを知るのが怖かった。全部知っているはずなのに終わってしまったことを理解したくなかった。サービスエリアに着く。ビニール袋を持って立ち上がる。あー、ここちょっとビニール袋にしてほしかったかな。ちょっとここはちょっと改善点ですね。トイレでズボンを下ろすとうんぞめパンツが現れた。すごすぎておもろい。
自分の排便で初めて笑った瞬間である。パンツを袋に詰めた。これで何もなかったことになる。大阪到着。友人は皆明確ではないが何かに気づいていた。夜サービスエリアのトイレに向かう俺の背中にただならない何かを感じたらしい。このまま何も言わなければ漏らしたことはバレない。でもこの不信感を抱えたまま旅行を楽しめるとは思わなかった。俺バスで水うんち漏らしたんだ。これはねちょっと高坂感あるね。これねこれはちょっとありますよ。知らん、僕水うんち漏らしたんだ。一瞬止まる時追って出る大爆笑。誰も俺のことを軽蔑しなかった。恥を笑ってくれるこいつらと友達でよかった。うんち漏らしなんて最後の青春が放つ強い輝きにかき消される。みんなすぐに忘れてしまうだろう。僕らは青春を味わい尽くすべく USJ へと駆け出した。後年この旅行の思い出を語り合ってもみんなうんちのことしか思い出せなかったですっていうね。これちょっとねうんち企画って聞いて、おいおいこうクリスマスにそんな企画やんのかよって思ったかもしんないですけど、俺は結構ねこのお便りは笑いどころというよりかはねいいお便りだなーって。やっぱ青春を壊したくない、最後の思い出作りにノイズを走らせたくないっていうこいつの気持ちもすごいいいし、でそれを知ってなお笑い飛ばしてくれる友達もまたいいし、ちょっと若干窓開けよう。空気が気持ち悪いわ、暖房入れてたせいで。いや漏らしてない、漏らしてないんだけど、ちょっとなんかいやそう、男の友情なんか真実味のある男の友情っていうかさ、リアルな男の友情っていうか、でしかもお便り企画じゃないとなんかここまで赤裸々なリアリティあるお便りもなかなか来ないしさ、こんな経験したことないのにリアルに感じるっていう。次行きますか。雲海誠、雲海誠の最新作ですねこれ完全に。うん、